いやー寒いな。釧路に戻ってきまして、ちょっとね8時から予約してる店があるんですけど、その前にねちょっと軽くザンギ食べたいなと。この辺のザンギはね食べ歩いたんで、もう行く店決まってんすよ僕は。いやしかしこの街はあれだな、放送がうるさいな。いい匂いするな。でも錆びれてんな。潰れてるとこも多いし、上がったらすぐですから。空あった。今日はね鳥吉でザンギ食べたいと思います。こちら2年ぶりぐらいです。で持ち帰りの人多いんじゃないですか。地元の人はみんな自宅で食べるのかどうか、それを帰ってきたか。そういうことなんですね。いや食べましたけどね、いやテンション上がるわ。うまい。一応ねここのお店とね、あとザンギはね3軒4軒俺食べ歩いたんだけど、釧路ではここが一番うまかったです。息子さんいないけど親父さん相変わらずだね。カウンターでタバコふかして。でもねそこがまあ憎めないんですよ。まあ味もうまいしね。ここが一応メイン通りだからね、そう考えると結構外れてんだよね。たまらんわ。釧路来たら寄ってください。鳥吉の方に寄ってください。親父さん口悪いけどね基本いい人なんで。おじさんでした。ここはまた来ます。